松田学です、えー、週1回ウクライナ情勢をお届けしていますが、ニュース解説ということですね。えーえーまあ、あのそれをめぐるいろんな国際情勢も合わせてお話をしたいと思います。まずですね、えー、プーチン大統領がですね、えー、この国営テレビが報じたところによりますと、インタビューでこう言ってまして、ロシアの国家国民が生き残るための戦いなんだという,う戦いはですね。 西側諸国の目的は一つしかないつまり旧ソビエトとその根幹をなすロシア連邦の解体だと訴えたとでさらにプーチン氏はです、ね、西側はロシアを分割して世界最大の資源生産国を支配しようとしておりそうなれば多数派のロシア人を含めた多くの国民の破壊に破滅につながりかねないと指摘したということですねでこれはあのもちろん西側は冗談じゃないと言ってるんですがただこれプーチンが言ってることは彼らは そういううい立場なんだと思うんですね別に戦争したいからこういう理屈を言ってるんじゃなくて現実にこれあったことなんでこのソ連が崩壊した後エリツィン政権になった時に西側がどんどんこのロシアに進出しましてですね重要な資源全部押さえたわけですねその結果としてロシア人の生活水準がガクンと IMF なんかが入ってですねロシア経済大混乱してですねもうあの寿命が短くなったっていう話がありましたですね。 平均寿命はですねでそこでプーチンが政権についてから西側に接収された資源を全部国有化して、えー、その上がりで社会保障を充実したとでは国民の,この平均年、えー、寿命がされまた伸びたという流れがあるのでこれプーチンはとにかく何でも悪いんだと決めつける西側の見方からすれば、えー、こ西側の自分たちの目的というのは このウクライナの防衛を手助けすることに尽きるんだと、えー、あのロシアを破滅するという気はないんだとで、アメリカ政府もロシアの破滅を目指しているわけではないと表明しているということなんですけれども、だからプーチン氏の方はですね欧米がウクライナ向けに多額の軍事支援を行っている以上、ロシアは自立を NATO と対決しているのと同じだと主張しました、また、ですねイギリスとフランスの核戦力も含めた形でない限り、 西側との核軍縮協議に応じらやはりこのヨーロッパの NATO の,のまあヨーロッパの税がですねこれ NATO の東方拡大でプーチンにとっては脅威であるという認識がやはり核協議もやっぱりフランスとかイギリスも含めてやらないとというところに表れているというわけですね、えー、さてですねあの読み方が調べても分からないので失礼があっては申し訳ないんですが吉田成幸さんというのが重木さんというのは分かりませんが。 その吉田さんという人がこういう記事を載せています。開、え、戦、ー、1年プーチン演説にロシア人が失望したわけ。えー、まあこれが全部正しいかどうかはわかりませんけれども、こういう論評、まあ典型的な西側の論評でもあろうと思いますが、えー、このプーチンロシア大統領が2月21日に行った超大な年次報告演説。 というのがあったんですねあのちょうどウクライナ侵攻、昨年の2月24日、1年を迎えるにあたっての演説、でこれについて、この吉田さんがあーこれを聞いてです、ね、感じた印象というのをまとめた記事があるんですね、でまず、あのー、高揚感がなかったと、演説にです、ね、会場の拍手,に拍手に熱気はなくて、えー、で理由はです、ね、プーチン氏が話したことではなく、話さなかったことにあったといううにしてますね、この記事では。 大統領としては侵攻開始以来初めてだった今回の年次報告演説でシンボル的な成果を誇示したかったはずなんですが結果的に報告に盛り込めるような戦果を上げられなかったとこれはプーチン氏にとっても大きな屈辱だっただろうとで当面最大の標的であった後でも話出てきました要衝のバフムとここの攻略も演説までには果たせなかったとつまり演説が盛り上がるはずのないことを大統領自ら,自ら事前に分かっていたと。 えでそしてまた会場を埋めた政権幹部や国民は聞きたかったのに大統領がスルーしたものがあってこれは戦争がいつ勝利で終わるのかそして新たな戦争への動員があるのかどうかとえ現状を見ると装甲兵器の不足は深刻、連動が低く六く装備も持たされていない兵士を大量に,前,進に投入する前線に投入するだけの硬直的な人海作戦に終始していると。 国民を一番失望させたのは新たな動員令が出るか、出るかどうかに触れなかったことだったと。つまり、プーチン氏は国民が知りたかったことに何ら回答を示せないという手詰まり状態にあることが明白になった演説だったと。で、プーチンは大変危機感を強めていると。で、その背景としてですね、最近チラチラと聞こえてくるのは政権内部,内部で出始めたプーチン政治への不満マグマの動き。かつてクレムリンでスピーチライターを務めてプーチン政権の実情に詳しい政治評論家の アッバス・ガリアモフさんという方がいて,て、その方が最近ですね、一部の軍高官が大統領と異なる立場を取り始めたと証言したと、それによると、軍高官たちの間では、侵攻作戦の難航は軍ではなく、難航しているのは軍ではなく、大統領の責任であるという考え方が出ていると、こうした高官らは表向き、大統領の命令に従うふりをしているだけだと言っていると。 この消極的サボタージュ、実際これはどこまで政権内に広がっているか不明だし、すぐに政権を揺さぶる動きにはならないとしてもです、ね、これまで政権内をがっちり掌握してきたプーチン政治に陰りが出てきたことは間違いないだろうと、この吉田さんがそういうふうに書かれていますねで。プーチン氏としては、ウクライナの交戦姿勢を切り崩し、米欧の支援疲れを引き出すためにも、進行を長期戦に持ち込む構えだろうと。 しかし、このまま侵攻作戦が難航して長期戦になりますと、これまで表面化してこなかったプーチン批判が噴出するリスクが高まってくるというふうに指摘していますね。そして、このお今年の2月21日に、訪問先のポーランドでバイデン大統領が演説を行いました。このバイデン大統領について吉田さんはこういうふうに分,分析してまして、これはプーチンが守りの演説なのに対して、バイデンは攻めの演説だったと。 で3つの点で大きなインパクトを与えている1つはアメリカはウクライナをロシアの侵攻から守るという固い決意を表明したことだとで2つ目にこの侵攻が単にウクライナとロシアの2国家の戦争ではなくて世界の民主主義国家と先制国家とのグローバルな戦争だと明確に描き出したことだったと、まあ、世,界主主世界の民主主義国家は強く,は強くなり世界の先制主義国家は弱くなったというバイデンの言葉がこれを象徴していると。 でバイデン大統領,大統領としてはです、ね、ロシアの侵攻を失敗に追い込む歴史的意義の大きさを示すことによってです、ね、西側社会を一層団結させて、えーえー、これをロシアのみならず、中国にも誇示するという狙いがあったのではないかと。か3つ目の意味はです、ね、アメリカの内政上の思惑で、まあ、ウクライナ支援の支援疲れがアメリカの共和党なんかも突き上げを始めているわけですね。でこれについて、ウクライナ訪問の歴史的意義を強調することで、支援の継続論を議会で広げたいと。 で今回のバイデン外交の最大の言いはと吉田さんが続けていまして、えー、ロシアを戦場で任すという総論でアメリカ、ヨーロッパとウクライナが明確に一致したことだとこれはあの2014年にロシアによるクリミアの併合、えーでえー、とです、ね、東部ドンバス地方からあこのこ併,合併合されたわけで、ね、クリミアがですねでそこと今回の東部ドンバス地方ドネツクルガンスク領州からロシア軍を追い出すと。 えー、そして1991年の独立ウクライナが独立した当時、国際的にあ、ソ連が解体して独立した当時、国際的に承認されたウクライナ国境線、これを回復するという意思を再確認したということが、今回のバイデン演説の意義であるというふうに書かれています。 えー、で、こういった演説の結果、アメリカの F-16 戦闘機とか高性能な長距離ロケットなど、ウクライナが今,今年の春に大規模反転攻勢を開始する上で、アメリカに強く求めていた兵器供与にも道が開かれる可能性が高まったと。えー、しかしですね、あの、すり合わせをしなくてはならない微妙な格論がまだ残っていて、その代表的な課題とし二2つ挙げ,挙げられています。1つはロシア軍敗戦後のプーチン氏の処遇。 二つ目にロシア連邦の在り方、えー、でこの2つの問題をめぐる格論の議論は今年の春にも始まる予定ですが、えー、プーチン氏が政権の座にとどまることはウクライナにとってありえない選択肢であるとしかしアメリカが最も恐れるロシア敗戦後のシナリオというのはです、ね、ロシア国内が混乱して予測不能な新たな独裁者が登場して核のボタンを握る事態だとこれはもう私もこの。 一連のウクライナのことを取り上げるようになってからかつても言ってたことですね、えー、プーチンさええー、やっつければいいんだということではないと、その後もっとロシアが危険な国になる可能性はあるんですね、えー、でそ,のそうした事態を招くぐらいならです、ね、暫定的にプーチン氏を政権の座に残して、次に登場する新政権に安全に核のボタンを移管させる方がマシだと考える可能性は否定できないと、これは本当にそうでしょうね。 でさらにロシアが混乱することで、結果的に中国がロシ,アロシア極東での権益を手にして、一層強大化する事態もバイデン政権側では懸念しているだろうと、これを当然懸念しなきゃいけないことですね。またです、ね、もう一つの論点であります、連邦制を解体するか否か、ウクライナとしては中央集権的なロシアが脅威だと、しかし米アメリカ、ヨーロッパは解体には反対するだろうと、えー、ということですね。 で、こういったいろんな議論が残されている、つまり戦後の議論が今、これから始まるというところにもね、ってるという話なんですが、で、これは、じゃあこの議論は何によって左右されるかというと、ウクライナ側が今年の3月に、もう3月ですけどね、にも開始を目指している大規模反抗作戦で、結果を出して初めて意味を持つそれはそうですね。戦争の結果は全て決めるわけですね、今回はですね。で、ウクライナ軍は、 2000今年中の戦勝を目指していると。そして東部でのロシア軍の攻勢に対しては守り抜く一方で、アメリカやヨーロッパが供与を約束した戦車や、火砲などの武器を、到着を待って、反転攻勢を開始する計画なのがウクライナ側であると。この状況を見ないとわからないと。で、クリミアの奪還のロを、この西ウクライナ側急いでいるようです。 なぜならば、これをクリミアを取り戻せないまま停戦になりますと、将来、再びクリミアを出撃拠点にして、ロシア軍が侵攻するとの危惧があるのだということなんですね。えー、しかし、アメリカ国防総省からは、年内の戦勝を疑問視する冷ややかな見解が、政府組トップのミリー統合参謀本部議長から飛び出しているようです。えー、反攻作戦の成否をめぐって、アメリカ政府内でもさまざまな意見が錯綜しているのが実態だそうです。 でこういった状況でいろんな温度差がある中で仮に今後の反転攻勢でウクライナ軍が苦戦する事態にでもなりますとアメリカから総論合意の立場から離れたロシアとの妥協を促す声が出る事態も否定できないというふうに以上吉田さんの記事を紹介しながら私なりのコメントを伺いました。 まあ、いろんな論点があるということでご紹介いたしました次、現状なんですが東部要所のバフムトで攻防が激化しているというのが今もっぱら最近の入っているニュースですねロシアの民間軍事会社ワグネルの現地司令官が2月25日にバフムト中心部まで2キロ以内に迫っていると明かしたというニュースがありますまたこのワグネルの組織者でありますプリゴジン氏がですね ワグネルの部隊が2月25日にウクライナ東部ドネツク州のバフムトの北に位置するヤピドネ村を制圧したというふうに言っているということもあります。しかしバフムト近郊の村々は依然としてウクライナの支配下にあるということで状況は錯綜しているようですね。えー、でロシア軍側もです、ね、装甲車が破壊されて戦力が消耗しているんじゃないかというニュースもありますね。 このおまあ郊外ので,ですねロシア軍の装甲車10台が破壊されているのを確認したとイギリス国防省はこの装甲車はロシア軍の精鋭部隊とされる第555海軍歩兵旅団のものと見られるとしてですねこの部隊は経験の浅い動員兵を補充せざるを得なくなっていて能力が格段に低下して,していると見られると分析しているそうですロシア側はバフムト周辺の集落の掌握を宣言するなどわずかに占領地域を拡大していると見られているんですが 一方で戦力を消耗しているということもですねうかがわれるということのようですね、えー、そしてですねイギリスとフランスとドイツがウクライナに対して NATO との関係を強化するということを探り始めたと、えー、いうことですねこれはあのウォール・ストリート・ジャーナルが報道していることですが今言った英国フランスドイツの3カ国 ととの関係強化をを盛り込んだ協定を結ぶことでウクライナに対して協定を結ぶことでウクライナがロシアとの和平交渉に乗り出せる環境づくりを模索しているということですゼレンスキー大統領はロシアに併合されたあのかつて2014年です、ね、併合されたクリミア半島や東部を含む全領土を奪還する構えですが、まあ、先ほども申しましたけれどもその構えなんですがしかしフランス政府高官は 言ってるにはですね、クリミアまで奪還できるとは誰も信じていないと。まあこういうのは現実なんでしょうね。で、現在のような激しい戦闘が続けばウクライナは持ちと答えられない。戦闘だけで目的を達成することは困難だって見方を示しています。これかなりリアリスティックな見方をやっぱりあの大陸ヨーロッパの方々はしてるんですね。 このため NATO との関係強化を協定を結んでウクライナが西側の武器供給を大規模に受け続けることができる体制を構築するロシアが再び侵攻に出ないよう抑止して停戦や和平交渉を開始に向けた金運を高めるということですねつまりあの先ほど言ったようにあのとにかくクリミアが取られたままだとあの適当なところで戦争が終わった後いつロシアはまた本格的に え、この死にしてくるか分かんないというのが、ウクライナの西側の懸念かもしれません。えー、でも、こうやってあの、NATO との特別な協定をウクライナが結べば、あの、兵力でものすごいこのバックアップを受けられると、こういう状態すれば、ウクライナも停戦合意でですね、え、この、またクリミアの懸念もなくですね、停戦合意にできる、まあ、クリミアを取り返せなくたって、 NATO からバックアップ受けてるよっていう状況であれば、ロシアも簡単には手を出せなくなるだろうとそういう状況を作って、そして停戦すればウクライナ側に西側にとって有利だろうと、まこの現実的な路線を模索し始めた仏独の動きのようにも見えますね。そしてえこの中国とウクライナ情勢との関連でいろんなニュースがあります。まずですね、中国はウクライナ危機ウクライナ危機の解決への立場を発表しています。文章を出して 2月24日に中国外務省はウクライナ危機の政治解決に向けた中国の立場を示す文書を発表しましてロシアとウクライナの直接対話の再開を求めていますそして中国は建設的な役割を果たすと主張していますただ具体策は示していません提案が12項目あるそうなんですが従来の主張の枠にとどまっているそうですこの文書で中国はウクライナ情勢が悪化して制御不能になる事態を避けなければならないとしてですね 対話と交渉がウクライナ危機を解決する唯一の道だと強調したとそして各当事者がロシアとウクライナの速やかな直接対話の再開を支援すべきだとして中国は建設的な役割を果たしたいと記したということですで対ロシア制裁を継続するアメリカやヨーロッパを念頭にして一方的な制裁の停止を求めています軍事集団の強化や拡張では地域の安全は保障できないと,述べとも述べています NATO の東方拡大は安全保障上の脅威と主張するロシアに同調する姿勢を見せていると一方核兵器の使用や脅し原子力発電所への攻撃には反対しましてロシアと一定の距離があるということを示しました欧米などの中国離れの食い止めも図ったということのようですね で今回、侵攻後1年に合わせた文書を中国が発表したんですが中国は中立的で和平に積極的と国際社会にアピールしたい狙いがあるんじゃないかと見られていますえ習近平はこの侵攻開始後にプーチン大統領とは対面も含めて4度会談したんですがゼレンスキー大統領とは一度も会談していませんえそして停戦に目処が立つ前から戦後,再建戦後再建の推進にも言及しているつまりあの ロシア寄りであることが明らかな中国がですねこのまあ仲裁とか朝廷とかですねなんかそういうことを言うのはちょっとこれロシア側にとって有利な形でになるに決まってるんじゃないかという見方が強いですね。で日本で中国,中国情勢に詳しい神田外語大学の興梠一郎教授がですねこう言ってるそうでして中国としてはアメリカや NATO と違い 対話路線によってこの戦争を早く終わらせることができる平和の使者であるとのメッセージを打ち出すことで中国の外交的なイメージを良くする狙いがあると分析しているそうです一方この興浪教授はですね中国の提案にはロシアに撤退を求める内容が一つも入っておらず中国が間に入って停戦に持ち込んだ場合にウクライナが求めているロシアの全面撤退は実現しなくなるとも指摘しています そしてじゃあ、このウクライナのゼレンスキー大統領はというと、2月24日に、戦争終結に関する中国政府の提案について協議するため、この提案について協議するため、習近平国家主席との会談を計画していると述べたそうです。で、その上で、中国がロシアに兵器を提供したりしないと本当に信じたいとしたというふうに言っています。この問題は後で出てきます。 中国当局はこれまでのところ習近平氏との首脳会談を呼びかけたゼレンスキー氏の申し出には公式には反応していないということですね他方ですねロシアはどうかというと中国の和平案を歓迎していますロシア外務省は声明でわれわれは中国政府の見解を共有するとしていますブリンケン国務長官アメリカンですねこれ2月19日に えー、中国はロシアに対して殺傷力のある兵器と弾薬の提供を検討しているとの見方を示したんですねで中国政府はこの主張を強く否定しています、えー、またあのバイデン大統領は2月24日に中国の提案について問われ,た問われて、えー、プーチン氏が歓迎しているんだからいいわけがないとも述べています、えー、この計画がロシア以外の誰の利益になるのかそういう要素は一つも見当たらないとバイデン氏は批判しています 中国はロシア支援に回っているように見えるもののプーチン大統領の面目を保つ形で何らかの和平協定を整えることでプーチン氏を救済したいのだろうと BBC の世界,世界情勢編集長は指摘しています中国側の提案はこの,この中国の外交トップ王毅氏のモスクワ訪問を受けて示されたものでこの王毅さんは2月22日にモスクワでプーチンやラブロフ外相と会談しています 中国国営の新華社通信によりますと、大木さんはプーチン氏らと会談した後中国政府はロシア政府との政治的信頼を深め、戦略的連携を強化する用意があると述べたと、まあ、ロシアとこうやって蜜月な状態において、こういう文書を発表していると、これは完全にロシア寄りと誰も見るわけですね、えー。NATO のストルテンベルク事務総長は、中国政府は違法なウクライナ侵攻を非難できていないため、あまり信用されていないと述べたと。 ということでみんな懐疑的と、西側はですね、えー、ロシアを喜んでいるというような状況ですね、えーですえーで。先ほどバイデン大統領がこの中国の提案についてコメントしたの少し短く述べましたが、少し詳しく言いますと、えー、22月24日の夜にバイデン大統領は放送された ABC テレビのインタビューの中で、プーチン氏が称賛している提案だ、そのどこに見るべき中身があるのか、中国の提案が実行されたとして、ロシア以外の誰も利するようには見えない。 えー、ウクライナに,にとって完全に不当な戦争の結果をめぐり、中国が交渉に関わるような考えは筋が通らないと言っています。また、中国がロシアに殺傷兵器を供与する可能性を問われますと、バイデン大統領は、えー去,年去,年ですね、去年に習近平と会談しましたの、ね、で、その時に習近平に対してこう言ったと。 バイデンがこう言ったと、もしロシアの残虐行為に加担すれば、ロシアと同じような結果に直面することになると直接警告したということを今回も明らかにしたそうです。今回明らかにしたそうです。で、中国がロシアへの兵器の供与に大きく踏み出すとは思わないと今回述べたそうです。その上で、仮に中国がロシアに軍事支援を行った場合の対応についてはですね、どんな国であり厳しい制裁を課すことになると強調したということです。 CNN テレビは関係筋の話として中国が無人機と弾薬のロシアへの供与を検討しているという情報があると伝えていまして中国は最終的な決断には至っていないと見られるもののロシアとの間で交渉が進められているという報道が実際あるんですね。次にですねえ今回ですねこの中国が この人気取り作戦といいますかね世界の西側のご機嫌を取るためのコードに出た背景についてちょっと分析した解説記事があるのでご紹介しますこの1年間西側諸国の首脳陣はウクライナでの戦争を終わらせるために自分たちに協力するよう中国を説得しようとしてきたとそして今中国政府はこれまでで一番はっきりした反応を示したんですねしかしそれは西側の体制が求めていたものではなかった で中国はここ数日、人気取り活動を精力的に繰り広げていると。外交トップの王毅さんの欧州歴訪、モスクワでのプーチン大統領による温かい歓迎でそれが締めくられていると。中国はですね、ウクライナの主権尊重を呼びかけ、ロシアの国家安全保障上の利益保護を求め、アメリカによる一方的な制裁に反対すると、まあ、こういう立場なんですね、中国はですね、整理すると。 で中国は明らかに世界の平和を形作る仲裁者を目指してるんじゃないか。で、あの中国が出している方針書っていうのがあって、そこの一つで書かれている内容は、東南アジア、アフリカ、南米といった、いわゆるグローバルサウスですね、に関わっていくと記されてるんですね、中国がかかっていると。中国が誰の金を取ろうとしているか明らかだと。つまり、こういったあのグローバルサウスのことは、たくさんの国々を中国の味方にしようという、そういう思惑があると。 で中国はアメリカ主導の世界秩序とは異なるビジョンを示すことで支持を得ようとしているんだということですね。で一方でアメリカに明確なメッセージを送ることも中国の目標の一つになっていて、えー、米中関係が悪化してもこっちには手があるぞとロシアは孤立していないということは対立があっても中国は孤立しない気楽に中国をいじめられると思うなとそういう警告が中国の姿勢には込められているという見方もあるそうです。 まあグローバルサウスを味方につけるだけで、ロシアに対してもですね、こうやって緊密な関係を保っているということですよね、孤立してないよと、米中関係は、例の気球問題、気球騒動でこれまでなく悪化しているわけで、戦争終結を助けることが本当に中国の狙いなら、なぜこういう今になって初めて、ウクライナ和平への大々的な外交努力を始めたのかと疑問する声もあるということで。 えー、中国にはこれまでリーダーシップ発揮の機会がたくさんあったわけですね、えー。もし真の意味で世界的な指導者としてのイメージを示すことが目的なら、1年間も遠くから傍観して外交術で巧みに切り抜けようとする必要もなかったという指摘もあります。確かそうなんですね。中国はどっちつかずに見えてですね、動なんか動きがなくて、本音で何考えてるのか、ウクライナ風情よく見えなかったですよね、確かにです、ね。これが急にこう出てきたっていうのは、ちょっと唐突感は確かにあります。なぜこの1年経って今ということですね。 で大木さんは今回ヨーロッパで供してフランスドイツイタリアハンガリーこれいずれもロシアに対する姿勢が相対的に特に強硬ではなかった諸国なんですねでこの指導者たちを訪問してヨーロッパの一部を中国の側に引き込めないかちょっとあのちょっと状況を試して,て,していたんじゃないかという見方もありますでアメリカには覇権国としての力があるが大西洋を越えた大部分の地域は アメリカの派遣システムから切り離なされた方が得策だと中国政府は考えてるのではないかと。つまりヨーロッパは、特に大陸ヨーロッパはアメリカとは確かに違うんですね。これは私も大陸ヨーロッパに住んでるからわかりますけども、自分たちはアメリカとは違う世界だということを強く強く、この彼らは意識しているわけです。大陸ヨーロッパですね。これはちょっとこれイギリスとも違うと思うんですね。で、そういった国々は中国を、として手なずけられるだろうと思って歴史をしたんじゃないかということですね。 えー、王毅さんの欧州歴訪には明確なメッセージがあったと、えー、中国とヨーロッパの間には特に何の問題もない中国とアメリカの間には問題がある中国はヨーロッパの皆さんと一緒に問題を解決できる皆さんはアメリカがヨーロッパを連れて危険な道を突き進んでいると理解すべきだと欧州に向けて強調していたそうです、えー、まあそういうことだったんですがでも結,構結局それにヨーロッパ乗らなかったみたいですけどね今回ですね。 えー、そしてです、ね、あのアメリカから厳しい、えー、声が出ています、アメリカ政府が中国に対し、ロシアへの武器供与を断念するよう圧力を強めているということで、アメリカ,の,アメリカの高官は2月26日に、中国が実行すれば制裁に踏み切る意向を示しました、中国の急所と見る経済にも影響を及ぼすと警告しまして、ヨーロッパと足並みを揃えて対ロ支援を阻止する狙い、中国による対ロ支援を阻止する狙いがあると。 えー、サリバン大統領補佐官は2月26日にアメリカメディアのインタビューで、えー、武器供与する道に中国が進めば中国に代償を強いることになる中国の指導者はその点をよく考慮していると思うと述べたそうです。えー、ロシアへの軍事支援に中中国国が回れば中国は ヨーロッパの同盟国を含む世界の多くの国から阻害されるだろうと指摘したそうですロシアによるウクライナでの戦争犯罪民間人への残虐行為に対する主要な責任を中国は負うことになるとまでくぎをさしているそうですでサリバン氏の発言にはです、ね、このサリバン氏の発言には中国が軍事支援をすれば欧米を中心とする国際社会が対中関係を見直して 新型コロナウイルスを封じ込めるゼロコロナ政策で景気や冷こ込んだ中国にとって打撃になるよと揺さぶりをかける思惑が透けているという報道になっていますねアメリカ、ヨーロッパのメディアによりますと中国はロシアの要請を踏まえて無人機や弾薬を提供する案を検討しているとロシアはこれまでにイランから攻撃型無人機北朝鮮から歩兵用ロケットとミサイルを調達しています 西側諸国が課した制裁によって武器,製品武器生産に必要な部品を賄えず侵攻の長期化で兵器が足りなくなっていることが背景にあるあの最近、イラン製のドローンがあまり見られなくなったもうなくなったんじゃないかなって報道されてましたけどねまあこういうのやっぱりロシアも兵器足りなくて困って中国に頼ろうとしているというところでさあ、これ、中国どうするかですねえ見物ですすねね見どうなるかですね。 えー、中国がここで武器の支援をするかしないかというところで、かなり状況はいろいろ変わってくるような感じがしますね。えー、ちなみに、習近平はです、ね、あのルカシェンコ、ベラルーシのルカシェンコ大統領に2月28日からということは、今、収録している今日ですが、3月2日の日程で中国に招待していると、で和平案をベラルーシに働きかける姿勢を見せつつ、アメリカの中国批判を牽制する狙いがあるんだろうというふうにも報道されています。 でここで一つまたた論評記事をご紹介したい,と思いますもうなんかプーチンは失敗したということを前提に書かれている記事なんですが失敗の裏にプーチン氏の誤解があったということで、まあ、スパイ出身で冷静沈着な印象もあったプーチン氏は、えー、ク,リミアのクリミア併合の成功体験で目が曇ったようだえ2014年のロシアの軍事介入開始からこのク,、えー、クリミアですね 軍事介入開始から偽の住民投票を経てクリミアの併合に至るまで1か月,月弱だったとで今回の侵攻も楽観的なシナリオに力をしていましてゼレンスキー大統領が逃げればウクライナ国民は自分になびくと信じていた節があるとであのプーチン政権は国内で反体制派指導者に毒物を持ったりですね反戦デモ弾圧したりした結果ですね 保守的で政治変革に無関心な多数派に戦時大統領を支持させることに成功したウクライナでも空爆で恐怖を国民に味わわさせれば民心は操れると考えた可能性があるというこういう論評が出ています、えーまあ、あの多少の読み違いはあったかもしれませんね確かにですねこんなに長引いているとですね、えー、そしてです、ね、国際社会では G20 が開かれまして財務省・中央銀行総裁会議 インド南部のベンガルール地方で開かれていました2日間の討議を終えて日本時間の2月25日の夜に閉幕しましたウクライナ侵攻を強く批判し世界経済に及ぼす影響を懸念する欧米や日本などに対してロシアと中国が反対意見を示したということで結局議論の成果となる共同声明をまとめることができませんでした G20 の閉幕後、議長国のインドが討議の内容を議長を総括という形で公表したと。それによると、日本や欧米各国など参加メンバーのほとんどがウクライナ侵攻を強く非難し、侵攻の長期化がエネルギーや食料の供給不安を招くなど、世界経済に悪影響を及ぼしていると主張したと。で、この共同声明を G20 の財務省・中央銀行総裁会議が、 採択を見送ったのは去年4月の会議以来4回連続になりましたでまた今回の会議ではですねウクライナ以外にもトルコ南部の地震で被害を受けた地域への支援の継続またインフレや利上げによって深刻化している途上国などの債務問題への協力取り組みということも話し合われたと日本の鈴木財務大臣は共同声明がまとめられなかったことについてロシア側を非難する一方ですね 大半の課題については参加国の合意が得られたとして会議の成果を強調した。ロシアが建設的な議論を難しくしている事実があると鈴木財務大臣は述べたそうです。さて、この日本ですが、この日本の岸田首相に対して、このロシアのメドベージェフ、前ロシア大統領、現在はロシアの安全保障会議副議長が 2月14日にウクライナでのロシアの核使用は人類に対する敵対行為になると警告している岸田総理とバイデン大統領の共同声明これについてとてつもない恥でコメントすらできない妄想と非難した恥を注ぐには岸田氏が閣議で切腹するしかないとのべたということだそうですねまあなんと物騒なことをおっしゃるメドベーゼフさんなんですが でこれは通信アプリの投稿らしくてメドベージェフさんは核兵器を使用した唯一の国はアメリカであるとでその被害を受けたのが日本であることを岸田氏は完全に無視しアメリカ大統領に謝罪を求めることもしなかったと指摘したということが言われていますで。これもです、ね、言われてみるとです、ね、あのロシアの立場やプーチンの立場を支持するわけではありませんけれども ただ言ってるのはどっちが正論なのかというと、ですねえこれ、私もこれ、ある方から聞いたんですが、このですね共同声明、バイデンと岸田さんの核の廃絶に向けたですねえ共同声明なるものが出たということなんですが、これについて、地元の広島からものすごい大きな反発の声が上がっているという話をちょっと耳にしましたというのはですね。 あのロシアに対抗してアメリカと日本が共同核の廃絶にて共同声明を出してお前たち核使わないよと言う前に広島に核を落としたのは誰なんだということですねまずこれをきちっとねこの点について総括をし,てしてもらわないとそんな共同声明だってそんな、ね、ロシアを非難する前にまずはという気持ちがあるという話があ私の耳に入ってきました。 でこれは本当にそういうことはきちっとやるべきことですよね少なくともですね日本の立場としてはですね、えーまあ、あの確かに戦争で核を使った唯一の国はアメリカでその核で残虐行為を受けたのは残虐行為を受けたのは日本なんですねでそこがそれを核を忘れたかのようにして連帯してロシアに対してアメリカがやったことをやるなというのがですねちょっと とのそにかくバイデンべったりアメリカべったりでとにかく拳を振り上げているっていうんだけではですねこれは日本というのは一体どこに行ってしまったのかということになりかねないということの懸念を最後に申し上げて今回のニュース解説を示させていただきます。どうもありがとうございました。